ポーと申します。ポーと申します。こちらの青年会の方です。本日、文部科学大臣の教科書管理ですね、今回の歴史教科書の今回の検定合格という判断が時代に逆行するものと考えています。また新しい歴史教科書を作る会の執筆した歴史教科書の旧日本帝国時代におけるアジア同胞の子どもたちが通っていることからも到底容認できるものではありません。お願いいたします。それと侵略していったというんですかね、そういうこともありますけれどね、私たちはもう過去の問題のような気がするんですけれど、どうでしょうね。やっぱり先へ進まないとね、今までのことばっかりあんまりとらわれてるっていうのも、私はあまりよくわかんないんだよね。ただでも日本があんまり昔住みたでしょ、韓国の人、それについてはやっぱり謝らなきゃダメだと思うんだけどね。